アラフォーおっちゃん染めの本日の筋トレです。今日は胸と腕をやっていきます。本日の筋トレはこれにて終了です。またドラゴンフラッグ再開したんですが、やっぱきついですね。3セット目からちょっと足が曲げたままでやりました。あまり負荷かけてね、また肩とか肘とか痛めるとまたしばらくできなくなるので、それは困るので、ちょっと軽めにしてみました。というわけで本日のアイスはこれです。タニタの100キロアイス。タンパク質は 2g、 脂質は 4g ですね。美味しい方はまたちょっといろいろあったんで買っていこうと思います。ではいただきます。キロにしては味は濃いめだと思います。思ったよりもちょっとミルク感が強かったですね。ようやく天気も良くなってきたので、ウォーキングやマラソン、ランニング、いろいろ頑張ってみてください。ではまた。